誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。よし、撃ってこい。スカルタクソバケモ Turn the game!
走れ。いざ勝負。よし、ソラ。ソラ、さあ。
走れ。俺はここだ。お待ちを、見つかります。ほどいてください。待たせてしまったな。菰田の戦を生き延びたお方がいらっしゃるとは。猛虎は筒の北にある四つ辻で通る者を捕まえてます。街道を掌握して捕まえた者を奴隷にしているのだな。どうにかして止めなくては。そうだな、今はその辻を避けておけ。
かけろ、ソロ。よし。他の連中はどこだ？知りません。私は通りすがりです。嘘をつくなら舌を切り落とすぞ。本当に知らないんです。街道も通れなければ。何かいるぞ。見てみよう。きっと死しか何かだ。念には念をだ。何の音だ。探そう。風の音だろう。調べて損はなかった。
きっと獅子か何か。念には念をだ。このまま死んでたまるか。侍の骸がたくさんあった。お侍が守るんじゃなかったの。首をいただくぞ。探すのはやめておこう。
なんだ。誰がやった？隠れても無駄だ。向こうに何かいるようだ。どこだ。風の音だ。いざ勝負。皆さん、力が湧く語りをばいたしましょう。遥か昔、ただよりなる者の負が、アザム村を海賊から救ったのです。お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。
いや、何の音だ。加減はせんぞ。返しな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは賢治、信頼と安心の当時で酒売り、そんで島一番の山師。タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。んほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせ。でもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり。タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてるやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。
構えて。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。軍師兵っぽい。おい、止まれ。ナースだ。ナース、ほれ、酒だよ。酒か。ほら、行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。また。やめてください。そろそろです。静かに。Молко, вот садирч. Харате, бекска. まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんでさ。村の半分が焼かれてる。お別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか。万が一にも敵に見つかったら。俺は死ぬんだろ。分かってる。うまいダースを飲んでくれ。それ覚えね。あっちベリー。いざ侍。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか。万が一にも敵に見つかったら。俺が死ぬんだろ。分かってる。この上、見て、門のそば。あれが人売りの頭か。クズめ。あやつ、捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。どこげんぞか。べえげんしゃった。きっと、タカは無事だ。肝が小さいから。行くぞ。
ビーネグオリオフコイン。 おい、どうした？カズヤのタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他にカズヤがいない。わしだってカズヤだ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。兵が大勢おるな。人売りを見失う。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。Ясагчин хуулдэй шүү. Бардаж болохгүй шүү. Юу болохыг хэлж мэдэхгүй.
내금 얼터든 이 밑에든 人売りだ。 逃がさないよ。 頼む。休ませてくれ。高田、やめてくれ。姉さん、高、何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。 無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。 そこから出るぞ。 ムクロ が見つかった。殺される。隠れましょう。 いや、進むぞ。 あそこ登れそうだ。 これから、どこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。太刀を抜け。
まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。はっ、お前はいい子だな。ん、夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。